にも両方の歌に花というタイトルがついてます。ねえ、皆さんはどっちが好きかな？あ、両方ね、両方可愛がっていただけたらいいなと思うんですけれどもね。そんなことを言いながら今日は表のキャンペーンに来ましたので、表の方をしっかりと皆さんにね覚えていただけたらいいなと思うんですけれど、初めての方もいらっしゃいますのでね、ちょっとずつ皆さん一緒に歌っていきましょうかね。あ、こちらこそ生徒さんよろしくお願いしますよ。喉の調子はどうですか？ママね、ちょっとずつ行きたいなと思いますけれども、雨の花、皆さんどんな花を思い出しますか？紫陽花。はい、紫陽花ね。3番の歌詞にある